久保さん、三つの T ですかこの三つの T の話、だいぶしてますよね多分。なんか、だいぶというか、まあまあ聞いたような気がしますね。この億万長者化しくの。うん。じゃ今回ね、三つの、三つじゃないわ。たった一つの S にしましょうか。人生を変えるたった一つの S と。はい。これ S はね、借金ですね。多分ね、僕は、あの、借金で人生変わったと思います。 借金がなかったら今の人生ないですね。うん。まあ今の人生がないというよりかは、今がないって感じですかね、うん。今の自分を作り出したのは、あの、その借金って何かっていうと、結局その借金っていう言葉なんだけど、本質の部分は動機ですね。動機。自分を動かすコアは何だったのかっていう。 それは借金を返さないといけないっていう強い動機があって、それをただ淡々と果たすために頑張ったっていう。頑張ってこれたのは、うん借金があったから。なぜならば返さないといけないと <laughs> うん。別にその返さなくね、自己、だから自己破産っていうね、手もありますよ。2回まで。 だけど自己破産を選びたくなかったんで、僕はあ。自己破産するとね、カードとか作れなくなっちゃうんで。なんで、あの、ま、10年ぐらいでしたっけ作れないの。何年か作れないと思うんですよね。なんで、うん、うん。だからみんな、あの、強い動機がないんじゃないですかね。まあ、久保さんとこの億万長者合宿でやりとりしてて、うちから出るものってあると思うんですよ。 で、うちから出るものって実は外的要因から内から出るものってあると思うんですね例えばスクールウォーズって内から出てるんだけどその内から出てるその動機は何だったのかっていうとあの先生ですよねあの先生がいなかったら多分生徒たちの内から出る炎は多分出なかったはずですそのまま振りをやってただろうし ラグビーなんかやってないだろうし、ラグビーでね、俺やーってなってないだろうし、多分その、うちから出るものを作り出したものはあの先生、きっかけを作ったのはそうだと思うんですね。それと当てを込む、まあ、それと同じようなもんで、うちからは出てるんだけど、そのきっかけを作ってるのが、まあ、借金だったっていう。うん。だから、借金のために頑張ってるんだけども、実はうちから出てるっていう。これはね、伝えづらいですけどね。うん。 でも多くの人って多分家から出てるんじゃなくて、うん、なんだろうな、これうまく伝えづらいんですけど、なんか借金に追われている。まあ、現象は一緒なんですよ。僕も借金に追われてるし、みんな借金に追われてる人多いかもしれないですけど、現象は一緒なんだけど、なんか違うんですよ。なんなんだろうな。これはうまく久保さんがまとめてくれると思うんで、<laughs> 久保さんに <laughs>、久保さんにタッチですね。だからそのスクールウォーズ久保さん大好きだと思うんで、なんだろうな。 まあ先生がきっかけでねクソっていうなってるんだけどもその生徒は実はそのうちからねそれがきっかけでうちから出てるとだからその先生にやらされてやまあ客観的に見たらやらされてやってるということも捉えられないことはないとただしまあえ映画のあの表現なんで、まあ、やらされてるとは多分まあ見えないと思いますけどまあ客観的に見ると先生に怒られてやってるっていう。 先生にぶん殴られててやっているわかりますその多分ね、あの物語がなくて、ただ単純に、お前何やってんだ、バーンってやって、すいません、頑張ります。だったら、多分や,もうやらされてるように見えるんですよ。まあ、あの映画の作り込み、ストーリーの作り込みがそうなんで、そう見えるだけであって、客観的に見たら、先生が生徒ぶん殴ってやれやつ、みたいなね。頑張ります、みたいな話で。なんだろうな。うんん、だここ結構大事ですね。 うん、だからやらされてやってんのか、やらされ、そのきっかけはやれって言われたことなんだけど、それをもとに、こう、自分のエンジンを回せてるのかっていうとこですよね。それが本当に大事で、で、自分でエンジンをこう回してない人っていうのは、多分挫折します。自分のエンジンじゃないんだもん。自分で回してないんで、うちから出てないんで、続かないですよ。うん。多分だからあの、折れちゃうだろうし、逃げちゃうだろうし。 なんだろうな。負けちゃうだろうし。うん。だって自分でエンジン回せって負けがないんですよ。回し続けるんで。わかります負けがないです。仮にその客観的に負けってなったとしても、またやるんで。だ終わりなき戦いっていうか、もうずっとやるんで。うん。だから、負けないですよね。うん。やるから。 多分負けとか勝ちとかがあるんだったら負けて、や、まあ、めた時ですよね、多分。<laughs> うん。そう。だから、その、スラムダンクのね、安西先生がね、諦めたらそこで試合終了だよって話なんですけど、諦めなければ試合は終了しないんですよ。人生の試合は終了しないんですよ。もちろん、その、80年とかね、寿命はありますよ。寿命はあるんだけど、人生諦めなければ人生は続くんですよ。みたいなね、話で。 この辺はね久保哲郎さんがうまくまとめてくれるんじゃないかなと思いますんでいってらっしゃい。